はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは心と世界の掛け算プロジェクトの詳細のお話お伺いしたんですけど、ちょっとここからはですね、本題に入る前にインドのコロナの現状ってどんな感じなんですか？11月くらいにコロナ前までに戻ったとかって言ってたんですけど、うんうん、1月に入ってまた広がり始めて、はい、また新しい新型のやつ、そうクローズしちゃってますね。そうなんですね。じゃあもうインドでもオンラインで基本的にやってるって感じなんですね。だからここ2年間はオンラインで勉強するための端末のお金も集めたりとかしましたね。それってお金を集めたって感じですか？そうですね、お金を集めました、うんうんうん、40万くらいだったかな。へえ、うん、そうなんですね。実際それ送金してるって感じなんですか？そうです。そういうことですね。向こうで買った方が安いので、はいはい、うん、まあ確かに、うん、そう、なるほど。こっちから物を送るって結構大変で、結構大変です、ね、届かないことが結構あるので。行ってた時は実際にランドセルとか持ってて、はいはい、40個くらい持ってて、え、マジですか？ランドセル40個持ってたの？そう、あの12人くらいで行ってるからみんな2個ずつお願いで協力してもらって2、3個荷物の中に入れて、あれ結構かさばるじゃないですか。でもスーツケースの中でその中に自分の荷物も入れて、あ、そういうことね。確かに確かに、あ、そっか、そう、結構ケースの中にケースがあってさらにそこに荷物ある。すごい喜んでくれましたね。まあ、確かにランドセルって丈夫だし高級バッグですよ、うん、いや本当ですよ、ね、めっちゃ高いしずっとあれ使いますよね、うん、ちなみにインドはランドセル文化はあるんですか？あ、全然ないですよ、ね、全然ないから日本で使ってる特別なランドセルってことです。いいですね。確かにインドの方がスクールバッグは必要だから、うんうん、じゃあやっぱ今のコロナの現状で言うと、うん、一旦開けたけどもう一回またクローズしてるような状態 で、ね、繰り返して、教育もオンラインで授業してるような形でやってるってことなんですね。スラム街の中の状況では一時期すっごい大変でしたね。ロックダウンとかした時は食べるご飯すら仕事全部なくなったから、はい、そういう時ってどういう対応したんですか？その時はもう食料支援みたいな方にちょっと切り替えて、はい、どれぐらい続くのかも分かんないから、とりあえず3週間分とかっていう感じ、うん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 、このままで生活できないみたいになって実家帰られたりとか、はいはいはい、結構いろんなことがあったので、そうかなり大変だったと思います。実際コロナが起きる前と起きた時ってドネーションいただけるサポート金額って増減とかってありました？増えましたね。やっぱり食料の方も集めてたので、はい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 、そういうことですね。なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ本題入らせてもらいたいなと思ってて、実際今心と世界の掛け算プロジェクトの中で注力今後していこうと思ってるところがあるんですよね。そこちょっとお聞きしたいんですけど、今一番注力したいのはやっぱり今支援している子どもたち140人が続けて学校行けるように、もちろんそれを増えたら増えたですごくありがたいですし、子どもたちがしっかり教育を受けるっていうのを最後まで見届けたいっていうのはありますね、はい、そういうことですよね、まあ、だからキンダー卒業して10年間っていうところはずっとサポートし続けたいし、子どもたちが卒業するまではちゃんと見届けるように注力したいってことなんですよね。ちなみにカムアライブっていうのはどういう、カムアライブっていうのはすごい好きな言葉で、はい、生き生き生きようっていうインドの魅力の一つで、やっぱりみんなが生き生きしてる感じが生命力がすごい高いのでそれにすごい惹かれてますし、なんかそういう生き方も自分もしたいなっていうので自分の野望みたいな感じでカムアライブって。あ、そうなんですね。かっこいいですねアライブに行きたいなと。ただただ生きてるんじゃなくて生き生き生きたいなっていう、はい、そういうことですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあチラシもあるんですよね。はい、掛け算プロジェクトのチラシですかね。あ、なるほど、さっきお話ししていただいたやつですね。月教育費とかだと5000円とかでもあるんですね。月の人もあとはもう1回だけのワンタイムドネーションでも1000円から募集してます。へえ、それはもうホームページ行ったらできるような感じになってるんですか？そうですね、ホームページか Facebook が一番早いかもしれないです。いつも Facebook で発信して集めてるので、ちょっとぜひ興味がある方はもう1000円から。もう本当に一つやりたい理念というか考え方は、ボランティアってすごいことみたいな感じに考えてしまうことってあると思うんですけど、本当にそういうことではないと思うし、ボランティアっていうもの自体のハードルを下げたいなってすごい思ってて、気軽にできるってまたちょっと語弊があるかもしれないけど、今自分にできることっていつだってあると思うし、それをもっと簡単にその一歩を踏めるようにしたいなと思ってますね。なるほど、だからもう1000円からでも1回きりで10年とかコミットしなくても参加できるように身近にしたいなと思って、うんうん、ボランティアそのものを。そういうことですね、うん、お金のところとかだと大きい金額とかが負担になってしまうのを別に目的としているわけではなくて、うん、ちょっとでも参加していただいてボランティアっていうところを体験してほしいってことですよね。そうです、金額というよりは本当に思いを届けてるわけなんで、日本の人がインドの子どもたちをつながって、それが掛け算になってて、一方的なギブとかじゃなくてちゃんと循環してるような、インドの子どもたちも教育を受けることでハッピーだし、うんうん、こっちのサポーターさんもハッピーになれるような形にしたいなと思って
て。なるほど、ありがとうございます。ぜひ気になった方はよろしくお願いします、はい、ホームページ参照してもらえたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと最後にっていうところで、塩中さんって中学生の時から途上国とか行かれたりだとか、いろんな国行かれてるじゃないですか。いろんな国に行かれたからこそ、日本っていうのをどう見てますか？日本でもいろんな人いるので、ただ若い人に関してはもっといっぱい世界見てほしいなっていうふうには、うん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 、若いうちに見た方がいろんな世界観というか価値観に触れることができることによって、常識も含めて自分の、まあ、知ってる世界の枠を出ることができるから、日本の常識とね、世界の常識っては全然違うっていうのは、本当そうありますよね。本当そうですよね。中2からもう行ってんだもん、途上国になかなか常識っていうものは本当にただ誰かが作った思い込みなんだなっていうのはすごい思います。そうですね、確かに、まあ、だからもっと日本から外に出ていく人が増えたらいいのになと思ってるって感じですね。そうですね、もっといろんな世界を知るっていうところから、うん、そうですよね。ありがとうございます。じゃあちょっともう一点視点変えてご質問させてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、塩中さんが考える国際協力って何ですかね？協力し合う意識かなと思いますね、うん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 、それは自分だけじゃなくて相手に対してもっていうことですよね。そうですね、こう自分だけっていうのは基本であると思うんですけど、それが一歩を踏み出したところで自分にできることを意識してそれを行動に移すことかなと、まあ、みんなが協力し合う世の中を作るっていうことなのかなと思います。そうですよね、国際協力ってすごく大きい言葉のように聞こえますけど、うそうですね、国際ってついただけで、ね、案外自分と自分の身近なところで協力し合うことだったり、そういう身近な意味だったりするんですよね。そうですね、すごくそれは思います、うん、まあ、特によくなぜインドなんですかって聞かれるんですけど、はい、別にインドでなきゃいけない理由っていうのは実はなくて、ただご縁があった国として自分が心動いたから、それに対して行動して結果としてこうなったっていうだけで、最初からこんな風になってほしいとかっていうのはイメージしてなかったので、全然自分が一番びっくりしてます。いや、そうですよねそうです、自分のバックグラウンドで自分のやりたいことを決めて今それをやっているっていうところだけなんで ね、 そうですね。ありがとうございます。じゃあ今後中2から海外行かれてたじゃないですか、うん、今後ね、国際協力とかそういったボランティアとかにアプローチしたいな、うん、でも興味はあるんだけど動けてない人たちにアドバイスするとしたら、翔太さんだったら何てアドバイスします？一つは考えすぎないことかなと思います。日本人って形から入るのが好きじゃないですか、はい、ゴルフ行くんだったらウェアを全部揃えてみたいなとか、はいはい、名前を作ってウェブサイトを作ってとか、形も全部作ってからとかって考える人がちょっと多いかなっていう風に感じてて、はい、でもそれだとやっぱりなかなか最初の一歩が踏み出せないから、はい、そうじゃなくて今自分ができること、それがもう大きくても小さくても全然そこは関係ないと思うんですよね。小さなことから今できることをする意識がすごく大切かな、それが一番大切かなと思います。うん、確かにそうですよね、うん、本当いろんなところで勉強したり、これどうしようあれどうしようみたいなこと考えてても何もならないですからね、うん、そうです、ね、それよりはまず行ってアクションを起こすってことが大事なんですかね。そうです、そうです。あといっぱい世界を見てもらう、見てもらうっていうのはもう特に若い子に関してはそうしていっぱい見てほしいなっていうふうには思いますね、うん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 、最近すごいインスタとかでも問い合わせが来るんですよ、学生さんから、はい、学生さんでボランティア、こういうボランティアをやってて、もっとこういう活動したいんですけど、はい、みたいな感じでいろいろ教えてくださいみたいな感じですごい増えてて、ここ2、3ヶ月ぐらい、3人ぐらいから来ましたね、はいはいはい、すごい学生さんの意識高いなでもそれもアクションですからね。そうですね、気になったらダイレクトメッセージ送ればそれを見て返してくれる方もいらっしゃいます。じゃあ 返されましたよね。返してます。あ、やっぱりそうだだから本当に気になったら相談した方がいいし、 そうですね、それを別にダイレクトメッセージ送って返ってこなくてもそれはそれでいいじゃないですか。でもそれで返ってきたらそれは儲けもんですからね。そうですね、とにかくアクション、ダイレクトメッセージどんどんしてください時間かかるかもしれないけど返事するのになるほど。今ちなみにフォロワーどれぐらいいらっしゃるんですか？今6000人ちょっとぐらい。十分多いですけどねどんどんフォローしてくださいはい、ありがとうございます。ちょっと今日は下中さんのどういう活動をされているのかっていうところと、そもそも国際教育に興味を持ったきっかけみたいなところをお話をお伺いしたんですけれども、この動画が面白いなと思った方はぜひグッドボタンを押していただければなっていうのと、チャンネル登録とあとホームページ見ていただいて、ぜひどういう活動をされているのかっていうところを見てもらえたらなって思います。はい、じゃあ今日は国際協力の中でインドに注力して、ボランティアされている下中さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。